世界アジア東、アジア日本南西諸島宮古列島宮古列島、または宮古諸島は南西諸島西部の島諸群で、先島諸島の一部をなす。八つの有人島と、その周囲の無人島、岩礁群からなる。全島が隆起三五章からなり、総じて平坦な島諸群である。八つの有人島のうち、宮古島、池間島、大庭島、伊良部島、下地島、 クリマ島は列島の北側に一軍となって位置し、行政区分では沖縄県宮古島市に属する。また、タラマ島、みんな島は南側に一軍となって位置し、宮古郡タラマ村に属する。宮古列島の北西には尖閣諸島、西には八重山列島がある。八つの有人島の名称、面積、人口は以下の通り。宮古島池間島、 大宮島フデイは、八重菱栗リを島イラ島、下地島、タラマ島、みんな島、宮古列島の島、岩礁など。点線右側は、宮古島市、左側は、宮古郡タラマ村。琉球大学の研究チームによれば、宮古諸島の住民の遺伝情報を解析したところ、遺伝的に異なる3集団に分けられることが分かった。各集団の人口変化や形成時期も推定でき。 移住の歴史が反映されているという。地域によって遺伝的な差が見られ、宮古島北東部、宮古島南西部、池間島、イラブ島の3集団に大別された。人口変化の推定では、池間島、イラブ島集団は1015世代前に大きく減ったと考えられ、これは1771年の明和の大地震の大津波の被害とその後の強制移住が、 関係しているのではないかという。三集団の形成は沖縄本島に他たと想定される、祖先集団から950、1710年前に池間島、イラブ島集団が分かれ、250、810年前に宮古島南西部集団が6540年前に宮古島北東部集団がそれぞれ生じたと考えられた。遺伝的に異なる集団が狭い地域で、 維持されてきたことは、17世紀から1903年までの人頭税で人の移動が厳しく制限されてきたことが関係する可能性があるという。宮古列島にはハブ類が生息していない。これは格闘とも平坦で、過去の海新の際に水没したためとされる。ただし、少数ではあるが固有種も確認されているため、完全には水没していないとする説もある。固有種としては、 以下のものがある。2008年の有村産業によるフェリー航路の運航休止以降、宮古列島内と域きの間の公共交通機関による移動は航空路線のみに限られている。以下の3つの空港がある。宮古列島内では宮古空港多良間空港間に定期路線がある。下地島空港には定期便は就航していなかったが、2019年3月に 新ターミナル開業後国内線、国際線の LCC が就航している。以下の定期航路がある。タラマ島みんな島間には定期航路はなく、チャーター線で渡る。かつては、宮古島平良港イラブ島皿浜ハマ交換にも定期航路があったが、イラブ大橋の開通に伴い廃止された。宮古島と池間島、栗間島、イラブ島の間はそれぞれ池間大橋。 クリマ大橋、イラブ大橋により、陸路で連絡している。イラブ島と下地島は、細い水路で隔てられているのみで、その間には6本の橋がかかっており、交通上は、あたかも一つの島のようである。宮古諸島の雇用の総称。宮古方言で歌われる。三つに大別できる。宮古島市の送信場所 NHK、宮古島市平ラ民放、宮古島市、イラブ。 ありがとうございます。